イエーイイエーイイエーイ。褒めて、もっと褒めて、シャオシさん。なぜなぜして、正直に言うわ。なぜなぜして。メガトンボール、なんじゃそりゃ。重そう、持ち運びしんどそう。レベル50まで、あ、いいね、嬉しい。これが一番嬉しいよね。報酬が増えるのが結局一番嬉しい。メガトンボールのレシピも手に入れてしまった。やべえ、何でもできちゃうやん。ほいほいほい、すごい傷薬も。俺まだ未だに傷薬しか使ってないけどな。これあんま言わんとこ、広めんといてな。さあ、一緒でーす。ほんじゃ、今日も今日ですね、ポケモンレジェンダルセンスをやっていこうと思うんですけど、いや、なんでこんなこと、とこにいるかというと、まあ、見てもらった通り星が一個上がるからですね。じゃあ、あ、前回はね、オクタンの祖先である、鈴木さんっていう、ねえ、なんだっけ、チームリーダーじゃないわ。なんてやってっけ、こいつらのこと。まあ、鈴木さんに、バスラオの進化系で偉大刀を、と仲良くなるために必要な飯、食い物を集めてくれって言われてて、で、それを、には、なんか、世の悪じゃなくて、サマヨールの悪の波動で味付けしなあかんっていうわけわからんこと。うん。東大行っても解けへんようなこと言われたんで、その悪の波動で味付けするために、世の悪を捕まえてこいって言われたんやけど、そこまでかな、前回は。で、捕まえたんで、早速鈴木のとこ行こうか。の前にですね、皆さん、ついに、やっちゃった。これを見てくれ。フクスローが進化できる。ちょっと、みんな今レベル結構上がってるよね。嘘裏でいろいろやってる時に。もう、ここで早速、これがサムネなんじゃないじゃろうか。神々の神。サムネなんじゃない、難しいこの言葉。サムネなんじゃないだろうかって思うような出来事が起ころうとしてる。フクスロー進化したらどうなんねんの。なんか俺武士みたいな感じになるんちゃうかなって思う。予想は草格闘でどう。いや、フクロウやからな、飛行入るかな。いや、そっか、前のジュナイパーがさ、草ゴーストやったから、ここはドストレートに、もう火の玉ストレートに、あれかな、草かける飛行なんかな。草かける飛行の組み合わせ。いたっけ、誰か。あれ、あ、もうそんなことはいいね。もう見ちゃう、早速見ちゃっていい。今日これ楽しみにしてたからね、もう早くゲームしたくてやりたくてしょうがなかった。禁断ショート出たもん。もう爪とか剥がれてたし、手震えてたし。やっちゃっていい？やべえ、あ、緊張してきた。どんな姿やろ、かっこいいか。あれ、フクスロー、ありがとう。今まで新しく生まれ変わって、おお、どんな感じ、どんな感じなん。おお、え、色が、あれ、色が違うんですけど、あれ、緑色どこ行った？なんか秋仕様になってる。え、いいやん、いいやん、いいやん。なんか思ってたよりいいやん。思ってたよりいいやんって思ってたのがひどいってわけじゃなくて、なんか想像が違う。まず俺赤色になってるのがびっくりした。赤色なんやん。すげえ。え、どうしたんす？ボミジなんかな？強さ見よう。タイプは？おお、草格闘やん。すげえ、俺がすげえわ、これは。さすが、今競馬やってこいかな。俺今競馬やったらめっちゃ強いんちゃう？かっこいい。草格闘ってでもさ、ツバメ返しでさ、即死やん。瞬転殺されるて、これ。技は？技何覚えたん？ツバメ返しって覚えた？なんか新しい技覚えたって言ってなかった？これ新しい技ってさ、技教えみたいなとこでいいかな、追加できひんのかな。こんな周知の事実なん、もしかして。周知の事実やったりする、技教えみたいなとこいいかな、新しい技習得できひんって、これ周知の事実なんかな。とりあえず、どこやったかな、ここやね、ここに、オクタの先祖がいるんで、じゃあ早速行ってみようか。パカラッパカラッパカラッキキーキキーン。あ、いい角度。この髪型やっぱ可愛いなぁ。ちょっと、あ、せや。出してみよう一回。足元で。やったらいけ、つまみ返し。おお、急に目線の先に現れた袋。続き、捕
まえ、ヨロワール捕まえてきたぞ、サバイルか。さて始まってるで終わるポケモンをお連れですか。なんでお前そんな語尾しゃしゃってんの。サバイルどっちがいい、どっちがいいかな、どっちが好み。俺はこっちらが好みやねんけどね、ふくよかで。お連れですね。出さないで。お願い。お願い。200円あげるから。ちょっと笑ってんの怖いな、こいつ。ニヤッとしてんのな。わかりました。偉大島に乗り、日置島に行くという思い。僕も答えましょう。なんかこいつ泥だらけやな。泥沼スライディングでもやってんのかな。いつもはガラナさんのガーディンに手伝っていただくのですが、ガラナさんと仲いいんや。真珠団と混合団の違うのに。ガラナさんは鈴木みたいな見た目の人もいけるタイプなんや。くぅ、平等に見てるな。今回は師匠さんが認めていただくための調理です。あ、ガーディーに火起こしてもらってるってこと？僕が合図をしたら、さで始まって、るで終わるポケモンに、はいはいはい。悪の波動を指示してください。なんでそんなボルデモートみたいな言い方すんの？もう出てるけど、え、怖くない？サマエル、ちょっと悪の波動右にずらせ。ちょっと右に打て。クリリン。に、なんやお前これ。なんじゃお前これ。サバイル悪の波動。怒ります。あ、これガチです。あ、今回はガチです。本気です。サバイルやっていいぞ。サバイルやれやれやれ。リアルアンパンマン見したれ鈴木に。はい、数えていると怖さが募ります。じゃあもういっそのこと一回でやっちゃう、一瞬でやっちゃうよ。次は同時にしましょう。何笑っとんねんお前。いきまーす。お、悪派？こんな感じ出るやん。味付け、なんでこれで味がつくん？何味なん？サマヨルは。あたりにかぐわしい香りが漂う。なんで漂ったん？かぐわしい香り。悪の波動って食らうとかぐわしい香りになるの？焦げんのかな？ちょっと。偉大と団子。臭そう。こういうさ、魚とかに、釣りとかに使う団子ってめちゃ臭いんですよね。形も気にしてる。香りといい、形といい、最高の偉大島団子ですね。では偉大島が待つイチョウの浜辺に回るとしましょう。ああいうこの団子めっちゃ臭そう。手洗ってもなかなか匂い消えなさそう。それじゃあ、え、てかもうこれサバより用済み？お前はもう用済みだされたん。かわいそうにな。それじゃあ行ってみましょうか。引け、そのまま引け、やってまい、人お前にやれ。くそー、引けへんかった。びしょびしょやん。雨降ってるからかな。師匠さん、お待ちしておりました。でかい結構。怖いな。また回路数回ってるわ。あ、ガラナちゃんや。鈴木さんは？何そのガラナの顔、まさかお前好きとか言わんよな。無理やで。好きとか言ったらこの綺麗な海に沈めるで。あ、ガーディー連れてる。可愛いな。三人とも可愛いわ。ガランさん、二人で会うのは、まずいのでは？何その、こっそり付き合ってますよみたいな言い方、キモいぞ。ガララさんは何も思ってなさそう。それに、私も、ガーディーたちも、イダイト様には会いたくなりましたの。そんなフレンドリーな、イダイトって。そうですか。では、イダイトを呼びますね。いやな、こいつら付き合ってたりしたら嫌やな。お前も笛吹くんかーい。めっちゃ下手であれ。どんな感じ？意外と。で、どんぐらいでかいんや、そもそも。来るか？ドキドキ。おお、ガンビラキ口。顎外れたんちゃうかな。うお、来た？うお、ザ、うわー、びしょびしょになりそう。ガーディ大丈夫か？うおー、かっけえや。かっこいいよね、やっぱり。バッシャラー。バッチェラー、バッチェラー。なんかカクカクしてるけどかっこいいよね。バスラがまさか進化するとは思わんかったわ。さ、師匠さん。そちらの偉大島の団子を。よし、口に突っ込め。口に突っ込め。投げ込んだ。夏くんこれで、チャポーンって今外さんかった？水に落とさんかった？お、この味。このまろやかな香り、この歯触り、うまい！っていうのがこのバッシャラーに込められてるんやろね。伝わってるぜ。やっぱこれアマさんのゴーグルみたいな感じなんかな。ガラナちゃんがつけてる。めっちゃ声こもりそう。
イライト様、イライトになんか思い出もあるんかな。もしかしてガーディー、ウィンディーが死んだ時に関わってるとか、イライトが。ウィンディーは死んじゃったんやね、確か。先代の、そうそう、キング、島キングの、島キングはアローラになっちゃう。いつも忘れ、これ間違えちゃうな。島キングになっちゃうねんな。いやいや、よかった。イライトが出てこなかったらどうしようかと、案じていました。師匠さん、イライトに、あ、これ、鈴木さんの言葉だった。師匠さん、イライトに旋律をお聞かせください。任せろ。さあ、聞いてくれ。これが最近流行りの、チル流そうぜ、チル。これで乗れるようになるんかな。イライト使いたいな。そのガン開き顎外れへんか。洋館見て口ガン開き。なんかスマホ見てすげえ言葉送られてきたみたいになってるね。イライトから雫プレート、水タイプだよね。水ゴーストかな。水ゴーストやった気がするんやけど、出たかな。ガーディーだし可愛いな。主将さん、イライトに乗り静から宇宙海を越え、結城島に渡れるようになりましたね。ガルルは、犬沼思い出すわ。主将様、おめでとうございます。グヌンチャ。ガララさん、この後、お茶でも。あ、音変わった。これもしかして今からいい話来る？先代のキングが、ガーディを助けた話はしましたよね。してたね。それで死んじゃったよね、キングが。あの時、私も鈴木様とイライト様に命を救っていただいたのです。そうなん？やっべえ、惚れんなよ。鈴木に惚れんなよ、それで。押したいって、やっぱりそう、押したいってそういうこと？どういう意味？友達としてやんな。美女と野獣すぎる。奥端と美女っていうか。鈴木そんな男らしいとこもあるんや、お前。やるやんけ。ですから、鈴木様のことをお慕い申し上げているのですが、私は後ろ指を刺されている身。鈴木様に迷惑をかけるため、表立って会わないようにしているのです。これはやっぱそういうことか。ハート色の死体か、これ。ピンク色やね。ああ、そうなんか。うん。控えめに言おう。俺はショックを受けている、今。鈴木、よかったな。ガランさんをお助けしたのは人として当然のこと。ラッキーやね、それでこんな美少女と。鈴木様の見せてくださった勇気、そのおかげで私はガーティーをキングにせぬまま守る勇気を得たのです。そうなんや、そんな命がけ助けてくれたん。ああ、この話はよしましょう。あ、なんか急にかっこよく見えてきたぞ、鈴木が。こいつできる男に見えてきたぞ、急に。くそ、人は変わるね。仲良さそう。そうなんか。いいよ、じゃあ幸せになれよ、お前らは。応援するから。な、くるんちゃん。一緒に頑張ろう、一緒に応援しようぜ。見守ろうぜ、二人を。おいおいおい、邪魔すんな。ほんまに邪魔しがちよね、君。言われへん？空気読めないねって。後ろ指刺されてない？あの人空気読めないよねって。はい、お松さん久しぶりですね。なんでこんなところに？おたけ。おたけってなんか芸人さんでいたよね。あのすげえ勢いが強い芸風が得意とする芸人グループの、あ、ジャングルポケットや。寒い冬に花の訪れ知らせる。お梅は前ボコったやつやな。出た出た出た。これやっぱさ、菊野さん、菊子さんやったっけ。ダイパニル視点の地面タイプ使いのその人じゃないんかな。お松はあんたのガーディをいただくよ。おいおい、結構胸くそなことしてくんな。私の相棒を冗談は名乗りだけにしておきなさいな。そうです、殺しますよ。やっぱサイコス入ってるんか、鈴木も。ゲンガー？あー、そっち？ゲンガー、え、そっち？あ、確かに似てるわ。え、あの人名前何だっけ？あれ、それもなんかキクコみたいな名前じゃなかったっけ？あれ、なんかキクノさんもキクコ。あれやんね、初代の四天王、初代やってる？初代の四天王やね、ゴースト使い。ゲンガーやっちゃう、おばあちゃんに出てきたからさ、その人も。あ、そっちか。
そっち、そっちかい、後ろにいるかい。やばい、やられる。バウバウ。あ、やられた、やばい。あ、え、大きい方。あ、これで勇気見せんのかな、ガーディが。お前、おい、それはちょっとあかんやろ、人として。おい、おたけ。あ、お松はそっちなんや、信用にいたんや、昔。私たちが生きづらいのは金剛真珠といったせせこましい集団のせい。それは違うやろ、人のせいにすんな。そんなそんなメイクしてるからやろ。広い翡翠で好きに生きていくため、強い国名を従えてみせるのさ。いただいたガーリー強くしてやるよ、というかキングにしてやるからね。うん、それは助かるわ。さっさと戻りましょう、誰も来ない暑い場所に。え、あの火山にいるんかな。え、すずな大丈夫。なになになに、なになになに、それなにそれ。あー、そっちか、そっちか、気づかんかったわ、全く思いもよらんかったわ。あー、ガーディー、ガーナーさん、俺に任せてください。師匠さん、どうしましょう。大変ですよ、大変ですよね。大変やろ、聞いてくんな。あの僕、相棒を戦わせたこともなくて、ようあんなところ一人暮らしできたな。こいつまさか自分が戦うタイプか、肉体派か。師匠様、どうかお願いでございます。あの子は私の大事なポケモン、どうかお救いくださいませ。あの方たち、誰も来ない場所に戻ると。群青の海岸で誰も行かないのはやはり日吹島。あ、ゴーストってあいつらか。ゴーストポケモン、日吹島に現れるというゴーストポケモンって。今のあなたでしたら、偉大党と共に島に渡ります。どうか彼女頼みを聞いてください。うん、まあまあいいよ、これはいいよ、任してくれ。ありがとうございます、ありがとうございます、好きですって言ってほしいな。私ども日吹島に向かいますので。そのゴーグルやっぱ邪魔なんちゃう、ちょっとどけてるやん。いえいえ、ガララさんは残されたガーディと共にこちらでお待ちください。おい、カッコつけんなよ、どうせ俺任せやろ、お前戦ったことないんやったら。俺が言うべきセリフや。あ、とはいえ雷ばかりで野道のいる島に行くのは。師匠さん、行きましょう、行くしかありません。イナイトはですね、水中で跳躍できるのです。次は飛び魚みたい。しかも2回連続で、ね、2回目どういう原理。さらにイダイトに乗ったまま道具を投げることもできるようです。これめっちゃ便利やな。師匠さんならボールを投げたりしてポケモン捕まえるんですかね。何その、なんか、え、袋持ってる今。とはいえ怖いものは怖いです。師匠さん、お先にどうぞ。やめろお前、攻撃順番譲るな俺に。いや、これ嬉しいな。また A ボタン、水に浮かんでる時に、あ、水に浮かんでる時じゃないとあかんねや。あ、ジャンプしてる間はゆっくりと狙いを定めることができます。ゼルダみたいやな、ここは。いや、まさかお前らが付き合ってるとはな。俺はショックや。未だにショック受けてるぞ。武器様、やはり頼もしく強いお方。今シンプルに下打ちが出たわ。キリアのネタ見ってやつかな、これが。なんでこんな奴に彼女がいないのに俺はできひんねんっていう最低なヒリアのネタ見しちゃったわ、今。いや、でもこれは美女と野獣カップルでしょ、だいぶ。なあ。お前も怖い？かっこつけやがって。水に浮いて使ったらいいの？怖いな。これ結構溺れそうなんだよな。これでいいんかな？おお！あ、結構乗り心地良さそう。なんか椅子みたいなのついてるし。Y でジャンプ。あ、これが2段階。あ、ゴーストの力飛ぶやん。なんかいる、なんかいる、なんかいる。外したー。ジャンプで飛んで、あ、Y はダッシュか。Y はダッシュ。あ、じゃあ B がダッシュで、Y が。あ、なるほど。めっちゃ対空時間長い。めっちゃ対空時間長いんやけど。いやー。ということや。Y で飛んで、ここやな。あ、こんな感じか。お、入った？お、すげえ、水に浮くんや、モンスターボールって。ジャッキー！ラッキーじゃないわ、タワントやったわ。こんな感じか。これ難しいな、結構。見とけよ。こんな感じで。
あ、行っちゃう行っちゃう。あれゆっくりならへん時があんのは何なんやろ。これすげえな、めちゃくちゃしちゃ運動能力高いな主人公。それアルセウスに呼ばれるわ。それじゃあちょっと水ベラ飛んでからあっこ行こうかな、日向島。ちょっと待って、あの海流、海流じゃない、海流すくぐれるんちゃん。ちょっと海流すまで行ってみるわ。ここが伝説のカイロスがいたというカイロス岩。すげえ。ここ通っちゃうか。今さらけど、この主人公のさ、この乗り方がさ、田舎のヤンキー感すごいねんだ。パッパラパー、パッパラパーってなりそうじゃないなんか田舎のヤンキー感強いねんな。で、面白いっすよ、ここ。なんかいろんなポケモンがいる。待て待て、待て待て。あ、そがやられたぜ、俺としたことが。よし、着いた着いた。ここやな、日向山。うわ、見えたぎってる。この小舟もなんか怪しいな。これに乗りついてきたんやのか。さあ、で、ここの生態系はどんな感じかな。あの石動いてんな、早速。これは火山に乗り込むべきなんよね。ガーゴイルか。いや、とりあえず行こう。いやー、探索は後からいくらでもやろうついついやっちゃうねんな、マジで。誰か止めてくれ、この禁断症状。お、なんか始まったぞ。お、お前も来た。うぅ、日向島、汗ばむというか、暑いですね。お前熱に弱そうやもんな。チョコレートっぽいし、なんか。しかし、幽霊と野盗というよりも、妙な組み合わせと言いますか。いや、あのゲンガーが幽霊の正体なんじゃないですか。あの、申し訳ないですが、獅子王さんに先導してもらうとありがたいと思ったりして、思ったりしてチラッて見てくんねんな、これ。チラッて見てくんねんな。あー、ガーディー、今頃どんな目に遭っているのか。こいつあんま頼りならんな、あんなガラナさんの前でカッコつけといて。お前やるときはやるんやろな。うわ、すげえな、これ。これもちろん触ったらダメージ食らうよね。ちょっといいかなちょっと触ってみたいな。いや、出来心なんですけどね。いや、この別にレポート書いた意味とかないですよ。あ、あ、触れへんねや。なんや、なんや、すごい、これ触ってるやろ。バチャバチャ言ってるやんけ。このバチャバチャなんや。足燃えたぎれへんのか。すげえ、ノーダメージなんや。うわ、怒りもってやついるな。まあ、無視していこう。ほな、じゃあとりあえず行ってみるか、できるだけ。うお、え、マジか、あんないんの。これはいいよね、やっていいよね。ブーバーレベル結構高いな、早い。しかも、うわ、かっこいい、解放者めっちゃかっこいいな、解放者。あー、やけどっちゃったか、くっそが。よっしゃー、いや、レントラやられちゃったわ。マジか、一匹一匹がこの強さか。めちゃくちゃいるんやけど、怖っ。ちょ、まあまあ、こいつはとりあえず今回は無視していこう。後で取りに来たらいいし。じゃ、あ、とりあえず、なんかいい感じのところまで行ってみようかな。お、なに、早速いい感じのところ。いい感じすぎるな、怖っ。こんなところがあるんや。あ、ここはあれや。ウィンディの場所っぽいな。てか、早速いるやん、ここに。見えるやん、もう。あんな火山の真ん中なん、あいつら。あいつら熱くないんか。ちょっと回復させてくれ。こ、何この地獄絵図。こんなんジョジョ2部でカーズが死んだところやん。いや、あいつは結局死んではないんやけど。ひどいな、こんな酔ってたかって一匹をいじめて。かわいいな、これ。ほら、進化しなさいよー。もう何こいつ、悪っ。おたけ、なんかショックやな。将来、すずなちゃんっていうあんな元気な子になるのに、おたけ。ここの勇気あるポケモンは進化すると言われていること。うちら調べたんだから。お前強くなるぞ。強さを求めすぎたがゆえにな。心を失ってしまうんだよ、そういう君たちは。バウ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 ！後ろの岩動いてるの気になるな。はい、ストップ。はい、その辺までしてくださいね。お触りはダメですよ。また来たね、お邪魔虫。
弱い敵が吐く言葉ナンバーワンやろ、お邪魔虫。違いでするわ、さあやっちまえろ。雪の、やっぱスズナちゃんやんね、これは。雪の、ちっちゃい。うお、すげえ、むき出しの闘争本能。将来君ジムリーダーになるよ。あ、こっちもくしくも氷対決。でも多分レベル負けてるやろな。こんなマグマで大丈夫か、お前ら溶けへんか。早い、しかもよい。あ、くそ、ごめん、悪い魂。ちょ、その雪のをさ、ちょっと待ってたら多分溶けるぞ勝手に。じゃドラピオン行く。俺が前回捕まえた化け物、レベル10レベルぐらい違うやん。すごいねこの子、やる気もうすげえ、戦う気満々やな。野獣やな、野獣。それがあんなあんな JK になるなんてね、考えられへんな。お、どうや、結構入ったやろ。あ、もう倒したんや。お、弱かったな。てか雪の多分勝手に溶けたんやろな。大丈夫、雨降ってるけど。火山の雨って大丈夫なん、硫黄とか混ざってない。ゲスないわ、なぜ敗北するのよ。まず場所が悪いな。環境って結構大事やからな。住みやすさとか変わるよ。よしよし、ミミロールがレベル上がった。いや、ミミロール好き、ミミロップが好きやからさ、俺。ミミロールは連れてんねん。火山が熱いからさ、雪ローも本調子じゃなかったの。つまり、まあ、それは言えてるやろね。絶対本調子じゃないわ。じゃあ私が行くとか言うなよ。手加減しちゃったってことなの。突き落とすぞ。大体こんな熱い場所で戦うなんて雪ローもかわいそうだろ。お前ら出したん。出したお前やろ。アネジャー、やばい、冷静なツッコミされそう。アネジャー、だけどな、雪の戦わせたの。ああ、違うわ、やる気や、またやる気や。え、こいつ、ドグロック。今、ツッコミするんかと思ったわ。と思った、こいつら、自分の姉妹には優しいタイプや、身内には優しいタイプやな。ドグロックちっちゃないよ、おたけちゃん。ごめん、うちの化け物見て。サターンとさ、マーズが出てきて、まだジュピターが出てきてないねんな、木星。Every day, I disappear. あー、一個の技、全部効果になりますか。まあ、シザクロでいいやろ。レベル低いし。これ最後さ、キクノと、キクノじゃないかな。お、早押せや。危ない!くそ、結構痛え。しかも煙幕包まれとる。腹立つ。あ、お前、せこいって、それは。おい、卑怯や、卑怯だぞ。お前早技出しといて何2回コンボしてんねん、こら。おい、バン、審判、審判見た今の審判、審判まさか買収されてる。くそー、やるっきゃね。ジュライパー見せてくれ、お前の初戦闘や。かっこええな、やっぱり。もう舞踏家やん、この目。もう殺しる、殺しを楽しむ目や。いくぞ、お願いし。さあどう、どこに入った、ダメージどこにあるの、あ、体力ゲージそこにあるんか。お、いいね、やったんじゃね、やった、やったぜ、やりやりやり。このすったかだっかい。ああ、己に腹が立つ。グズマ型やなこいつ。あの性格診断でグズマ型って出るタイプやな。自分を怒るタイプや。まあ嫌いじゃないよ。お、ジュナイパーレベル上がったぜ、やった。あ、落ち込んでる。梅のように酸っぱい負けの味、それが初恋の味だと気づくのはこれから2年先の話である。お待つ、これ最後お待つやるとき3人全員でやる感じやな。言ったよね、私原画団に恨みがあると言ってた、言ってた。関東から出張ってきた、やっぱ関東、え、出戻りしたんか、じゃあ将来は。え、関東の自分四天王じゃなかったっけ、出戻り。あ、出稼ぎに来てるってこと今。じゃあ関東から出張ってきてからの恨みつらみ、あなたに八つ当たりだね。え、ここでやらんやな、まさか。あ、やるんや。あ、もう3人全員でやっちゃった。今言い方悪いな。3人全員と戦うんや。お前しかもサイドも出すんや。え、なんで地面タイプを持ってんの、ややこしく知っといて。菊野さんも入ってるかと思うやん。え、もしかしてチー、え、兄弟とかある。確かに2人とも髪の毛色しちゃったような気すんな。わかんねえな。とりあえず、畳目から、カエングルは岩一つやし。てか、サイドってやばないか、結構。地面遊んでくるのは、ジェラシ、くそ!やばいな、どんどんやられていく。結構強いよね、みんな。ていうかさ、どういうこと?
で、ゴーストのジュエンも行けちゃったらさ、俺がどっちかわからなくなるやん。え、信用のさ、四天王の人なんか、どっちなんだろう。誰か教えて。あ、こうがいます。あ、今入ってないとき、こいつ。やっべ。いや、でも格闘入ってるから。つや、てか、飛行入ってないんか、そもそも。飛行入ってないから地面技も通るし、岩技は効果今一つなんや。じゃあこの葉で4倍でしょ。かっこいいなー、ジュナイパー。いい出たよ。いや、やっぱでもあれやな、関東の四天王なのな。あ、待った、お前そればっか使うな。おいおい、早技サイミンって強すぎんか。それすごくない？やば。おい、やば、しかも連チャンかよ。あー、やっやばいやばいやばばばい。この音楽、ここめっちゃダイパやな。これ何の音楽やったっけ。ダイパの四天王、え、これ自分四天王やったっけ。わー、思い出せない。神砕け、効果抜群や、やったれ。よーし、ナイス、一発 KO。 はい、アディアオス、お疲れ様でした。結構こっちも大変やな。限界限界。深くね。この人らもっと銀河団やったんか。帰ってこへんのかな。まあ倒した。なんとか結構強かったの全員。待って待って。え、嘘。全員負けた。姉さん、雪の王は多めのドグロックを回復させたわ。おい、待って待って待って。ゾンビ戦法やめろ。元気すれば傷薬になる限り戦えるってわけ。やめろ、ゾンビ戦法。負け認めて。あ、来た。あ、進化するかな。勇気を見せろ、志を示せ。ちょ、なにこのおちびっちょん。食べちゃいたい。あ、そういうキャラ。一発に邪魔するなんてちっこいくせに。バウバウバウ、やっちまえな、ドグロック。おい、負け犬感やばいぞ。お前、お前負け犬種すごいな。熱くて悪いけどさ、いきなり雪の方もう休ませてあげて。雪の方結構さっきもう疲れてあるから。ガーディ、おやしなさい。勝てっこないです。あ、来ちゃったね、ガラナさんも結局。ガラナさん、ナイスバディやな。ガラナさん、どうしてここに。続きは何もしてませんよ、ついでに。ガーディと待っているはずでは。あの子は飛び出して、海渡り島までやってきて。あんなに海を知事である、仙台キングが消えた。海を恐れていたのにですか。どこ見てんだ、お前、おい、その目線、おい、お前胸見てるやろ、どう見ても。佐々木、繁盛しれ。ガーディ、かっこいいな。やってくれたんや。グヌン、辛かったよね。ありがとう。さあ、この声は？まさか。え、親父の声？聞こえた気がしたんだ。あの時、父さんの声が。すげえ、少年漫画のヒーローやん。主人公やん。あの時聞こえた気がしたんだ、お父さんの声が。俺はやれるって。ああ、かっこいい。こんな感じなんや。すげえ勇気を示した。あ、なんか、ああ、なんかちょっと泣きそう。あ、よかったな。なんかこんなに勇気とは暗闇の荒野を。なんだよ、そっちが進化するの。あー、ちょっといい話やな、今の。ねえ、なんかおかしくない？何が？え？これ雷追ってくる？ちょっと待て待て、おい、いいところや、おい、ガーディー！